キューズモールアベノキューズモールアベノキューズモールフードコート室外ガーデンアベノハルカス六塾回転望台よりアベノスジ近辺を撮影右側が当施設アベノキューズタウンは大阪府大阪市アベノ区にあるショッピングモールである東急不動産などが運営管理している大阪市が主体で行うアベノ再開発事業の一環として2011年4月にオープンしたリア アベノウォークとアベノキューズモールから構成されている。ビア、アベノウォークは2011年4月1日、アベノキューズモールは同年4月26日に開業した。キューズタウンとは東急のキュの読みを英語のキュに当てた語呂合わせから由来している。また、キュは英語で開始の合図の意味であり、人々の歩み、生活を後押しするタウン。 すなわち町であることを表現している。隣接する天王寺駅、大阪安倍の橋駅は4駅7路線が集まり、多くの利用客を有する巨大ターミナルでありながら、駅周辺は大阪でも有数の人口密集エリアであり、広域からの集客と地元からの集客が可能な広域マーケットである。また、距離的にも南の繁華街に近く、 顧客が流出しやすい環境下にあるため、他のエリアや商業施設との差別化のためのこと消費やキューズタウンだけの魅力や発信力を高める都心性を2つの軸に据えた上でアーバンリラックススタイルをコンセプトに設定し、学生からファミリー層まで幅広い顧客をターゲットとしている。アベノキューズモールは東急不動産が運営するショッピング専門店ゾーンである。 テナントとして、東急グループの東急ハンズや渋谷109アベの伊東洋華堂など、その他、約250店舗の専門店がある。また、4階には、レストランゾーンの、キューズダイニングがある。館内は、ゆとりのある、共用通路や低層に抑えた、施設構成によって、回遊性の向上を図るとともに、自然環境が感じられる、オープンモールやパティを、トップライトから、 光が溢れる吹き抜けの空間を配置することで、箱型、ビル型施設にはない魅力あふれる商業空間の創出を目指している。一方、ビア、アベノウォークは、キューズタウンが建設される前に当地に存在した、近鉄西通商店街と、アベノ筋二丁目西商店街の店舗が優先して入居した専門店ゾーンで約70店舗が入居している。ビアはイタリア語で、街イ 通りを意味している。館内には立ち飲み屋などの居酒屋街があり、安倍の銀座商店街時代、地下鉄天王寺駅とは地下通路で接続している。また、2013年4月24日には、安倍の2人を経由して接続する安倍の歩道橋が全面開通した。また、2014年3月15日には、地下鉄安倍の駅北改札と接続する地下通路も開通した。 現在のテナントの詳細は、ビア、アベノウォークテンポリストあるいはアベノキューズモールお店を探すを参照。店舗賃貸事業を、金運営が受け持っている。B1 回1回2回3回4回アベノキューズモール、ビア、アベノウォーク詳細は、天王寺駅駅周辺を参照。ありがとうございます。